久保さん今回「正しい」にしましょうか「正しい」何が正しいんでしょうねはいまあ正しいっていうのは僕ねローランドさんがあのー、なんだっけなあのー、まあコロナでね、えー、かホストの店をちょっと閉めるというかねまあその時何か言ってたのが自分の正義を貫きたいみたいな何なか言ってたんですよかっこいいなと思ったんですけど自分の正義か だからその他人が正しい他人の正義社会の正義ではなく自分の中にある正義ですよね多分正しいっていうのは何だろうなまあ日本国に生きていれば日本のルールに従わないといけないっていうのはあるんだけどもそれ以外のものであるならば多分正しいっていうのは自分で作れるんじゃないかなと思うんですよ そのルールーに日本のルールに基づいて、ただそれも日本っていう国に住んでいなければ、そのルールが適用されない場合もありますので、海外に行ってしまえばね、日本の正しいは、海外では正しくなかったりするかもしれないし、だからまあ、まあ、日本の歴史を言うならば、あ戦争、ね、今ウクライナで戦争してるって言ってね、ダメだ、非道徳だっていう。で、日本人も非道徳なことをやってたこともあるわけじゃないですか、これ歴史を振り返ると、 ありますよね日本人も非道徳なことやってたっていうところもあるだろうしねあのどこを切り取るかですけども <laughs> だからまあ結局その正しいっていうのは時代が変われば変わるし世の中の動きが変われば正しいも変わるしだから大事なのは自分の中でこれって思えるものを持つっていう自分の中の正しいを作ると生きやすいんじゃないかなと思います。逆に言うと 世の中の流れだったりとか歴史の流れだったりとかそこに右往左往してる人っていうのは自分の芯というかそういうのがないので、まあ、あっち行ったりこっち行ったりするんじゃないかなと思いますまあ別にあっち行ったりこっち行ったりすることも悪いことではないんですけどもまあ行きづらいですよねうんだから久保さんもネットビジネスちょっとやってねや,やっぱダメだこっちやってっつったら多分今の生活で得られてないと思うんですよ だからまあ何だろうな一個一つあこれは間違いないと久保さんがその自己アフリエートセルフバックを発見した時にこれで1億だっていうあこれはすごいっていう自分の中の正義正しいっていうのを見つけられたから今があるんじゃないかなと思いますいってらっしゃい。